はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回はソロの複製なんですけども、これ、フレンドさんとかコミュニティを使うってよくあるんですが、これ実際フレンドさんやコミュニティに何もされていることも気づかないし、利用していることもわからない状態です。なので、実質ソロです。では、前回の動画でわかんなかったポイントっていう部分をね、ちょっとよく説明していきます。まず、機動作戦センター、絶対にね、個人車両保管庫にしてください。これ、武器乗り物ワークショップじゃ、絶対に車が保管できません。そして複製する車両っていうのは基本的にアリーナの車両で、イッシーレトロカスタムなどが一番主流ですね。または他のね、このねアリーナの車両でもまあ大丈夫です。そしてアリーナの車両っていうのはアリーナを持ってなくちゃ改造できないんですが、予算が少ない人はベニーズの車両で、購入の金額が5万ドル以下の車両ですね、エレジ RH8 などをアップグレードしたエレジレトロカスタム、またはねサルタンをアップグレードした、サルタン RS などを使います。必ずね5万ドル以下でアップグレードして改造費が高いものしか売却できません。必ず複製の犠牲車両っていうのはエレジ RH8無料のものを基本使います。では複製の手順を解説していきます。まずはクリエイターなどで操作方法、これを自由照準っていう状態にします。そして自分のねフレンドさんやコミュニティの人で自分と違う照準の人、こういったものを利用します。相手はね何も知らないで利用されていることも気づきませんし、特に相手に影響はありません。そしてフレンドじゃなくてもコミュニティの人を使えばフレンドじゃなくても利用できるということですね。その人に参加をしてみて警告丸、注意画面出たら×、これで照準が違うということになるので招待限定セッションで開始します。招待限定セッションで開始したら出現位置、地下基地がいいですね。そして機動作戦センター区画3、個人車両保管庫の中に複製したいイッシーレトロカスタムやエレジーレトロカスタムを入れておきます。複製の車両にはカスタムナンバープレートは付いていなくても大丈夫です。では機動作戦センターの中に入り、複製したい車両、これを R2 で乗り出します。地下基地の中に出ますね。そして地下基地の中に出たら、この車両を機動作戦センターのちょっと後ろのところですね、配管があるあたりに停車させていきます。この時にね左上に文字が出る状態ですね。必ず左上に機動作戦センターにこの車両をねしまうという文字が出た状態ですね。この状態で三角で降りてください。それからオプション、オンライン、ジョブプレイ、ロックスターゲーム作成、パラシューティング、摩天楼というパラシュートのジョブを開きます。ジョブのロビーに行ったら、さっきの自分と違う照準の人、PS ボタンをね素早く2回押せばさっきの人出ます。で参加、警告画面が出たら丸、注意画面を×、これでワープしていきますね。ワープしたらね必ずね歩いてイクリプスペントハウスに行ってください。この準備には必ずねイクリプスペントハウスの1か2か3が必要です。普通のイクリプスのねアパートではダメです。カスタムねアパートというところですね。そして外にいる状態で表示オプション、ジョブをカスタム、全部表示にしてオプションでマップ見てください。ジョブトリガーを出ている状態にします。次にイクリプス、ペントハウス、まあできれば3が成功しやすいと言われているので3に行きます。まあ2でも1でも普通にできます。そしてこれからね、強盗の準備の画面ですね。これはフリーサの2番目が一番やりやすいと思います。また他のね準備でも大丈夫です。
例えばホワイトボードの前に行き、右十字キーをした時にジョブのロビーに行かないものであれば平気です。要するにこれ右十字キーをした時に選択画面が出るということです。この状態、こういった準備を使います。ロビーに行っちゃった場合は最初からやり直します。ではね、ここのね位置に立ち、左上に文字が出る状態でアクションメニュー長押し、そしてアパートのスタイル、何か一つ丸を押してプレビューをします。次に丸を押すと購入の状態で PS ボタンを押してさっきの自分と違う照準の人に参加、次の、警告の画面で待機して、このタイミングトントントンというタイミングで警告画面で右十字キー右十字キー丸同時押しのバツバツというふうに押します。そうすることで画面がバグります。しかしミニマップ消えないと成功じゃないので、もう一度同じことやります。プレビューやって、次に丸を押すと購入の状態で PS ボタンを2回押してさっきの照準の違う人に参加、次の警告画面でまたトントントンのタイミングで右十字キー右十字キー丸同時押しのバツバツっていうふうに押します。ではもう一度やっていきます。違うプレビューをしてください。そして次の丸で購入の画面ですけど、実際には購入しないので大丈夫です。照準違いに参加、警告でトントントンっていう状態で右十字キー右十字キーと丸同時押しのバツバツっていうふうに押します。ミニマップが消えたらオプションから自分の、ナイトクラブまたはアリーナ、それからカジノペントハウス、そしてアーケードのガレージでもね今回できるようですね。そこの近くのジョブトリガーを1回開くんですけど、最初は開けないので2回開くようにしてみてください。そして四角丸で開始したらジョブのロビーに行きます。照準の違うフレンドやコミュニティの人に参加、警告丸、注意をバツ、これでワープしていきますね。これは例えば自分で作ったねジョブトリガーとか、本当にね、この建物の入り口付近に近くに作ったジョブトリガーとかを利用すれば、1台複製するために約、ね、4分30秒で全然できます。まあ強盗の画面をねバグらせるのが難しいっていう人はね、もう本当にねこのタイミングです、トントントンのね操作で、よくね確認してやってみてください。どうしてもダメな時は再起動した方が意外とやりやすいと思います。成功しやすくなります。では複製の犠牲車両が入っているガレージに入っていきます。そしてここで R2 で外に複製の犠牲車両を乗り出してください。 LGRH8 に乗って R2 で外に乗り出します。歩きの状態で乗り出せれば成功。これ車ごと出ちゃう人っていうのはミニマップがちゃんと消えていないとかバグが継続されていないということです。ではこのまま地下基地の近くのジョブトリガーを開始します。もうねあとは仕上げです。地下基地の近くのジョブを開くときは背景が3段階落ち着くまで、ゆっくり待ってください。確実に3段階待ったら照準の違う人に参加、警告を丸、注意画面をバツ、これでワープします。背景が3段階ね待たないで急いでねここをね仕上げようとすると無限ロードになったりする人が結構いるので、この最後のねところはねゆっくりねやった方がいいです。そして地下基地の中に入っていき、複製しようとしていた車両があれば OK。 ここで車両がない人っていうのは強盗メニューのところでロビーを開いてしまっているからです。そうすると外に車がね出ちゃう状態になります。そういった場合はね再起動というかね、まあ最初からやり直した方がいいですね。そしてあまりにも強盗のメニューのところできない人はね本当再起動かけた方がいいです。では車両に乗り込み、注意点ですね、10秒間待機します。ナンバーが見えるようなカスタムをしていればこのようにナンバーが変わります。10秒間待機してから右十字キーを押して車両を保管してください。ここも、必ずね10秒間待機って言われたら守るようにしてください。そして車両を閉まったら右下画面ねロードとかねセーブかかりました。地下基地出現位置にしてクリエイターに行き、動画の最初に戻り、繰り返すことで連続複製ができます。これはね本当に今までよりも簡単になってるので、
よーくね、タイミング確認してください。そんなシビアじゃないです。めちゃめちゃ簡単です。雪が降ってもできます。よかったらやってみてください。